この動画に10秒以内に高評価できた人は12月の運気がとても上がります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも、最近彼女お借りします、3キロネットフリで一気見したらいつの間にか1週間経ってた男、カエドです。本当に動画更新遅れてしまい申し訳ございませんでした。意外とメロパガ活動や個人生放送とか定期的にやってるんですが、個人動画待ってた勢の方はお待たせしてごめんね。自分のペースではあるけど少しずつ一緒に前に進んでいこうね。てことで今回ネットでバズった TikTok がツッコミどころ満載だった傑作集です。この動画が一瞬眠いなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。進撃の巨人2分要約動画を見ていきましょう。いや、思ったよりライナーフルボッコ、そして体の弾力性すごいな。強い、なぜ。赤ちゃん逮捕強すぎんだろ。 PTA に怒られそうな映像ですね。何やりたかったんだろう、リヴァイ。なんだよ、もう。後ろにずっと潜んでたパターン。回を重ねるごとにジークが S っぽいキャラになってんだ。また絶対に通さねえ。戦闘の仕方が律儀。あっち向いてボイで戦うルールあんのかな。ファルコがパワー系の挨拶。その再会喜ぶのなんてドラゴンボールくらいだろ。あなたに会いたい。いや、最後までエレンが害悪。鳩に生まれ変わっても戦おうとすんな。いや、進撃の犬始めんな。もしも丈太郎が獄門教に封印されたらという動画見ていきましょう。ん？何これ。獄門教開門。丈太郎久しぶり、元気？家教員。どちらもすごい片言だね。家教員が敵になって帰ってきちゃった。さっさと答えてくれ。てめえは誰だ。きっしょ。なんでわかるんだよ。いや、プッチ神父だったんかい。リスク抜き取った上獄門教に閉じ込める鬼畜。ホワイトスネーク。獄門教部屋門。君とは天国を出会いましょう。いや、そこただの閉鎖空間だから。笑い方の癖すごくて内容入ってこない。もうこの3人でバンド組めよ。すいません、すいません。しかし俺たち入れ替わっちゃってるよな。え、マジか。え、俺今からバイトなんやけど。あ、はい、僕もです。あ、バイト。はい。え、コンビニなんやけど。あ、コンビニっすか。うん、コンビニ大丈夫。レジとか。あ、そう、ピーピーピーってやってるだけで大丈夫。あ、わかりました。いける、いける。僕ガソリンスタンドで。ガソリン、うわ、俺やったことない。あ、レジ、セルフなんで。あ、セルフ。はい、また。どうも、違いました。状況把握の速度が超特急。どこのコンビニとガソスタやねん。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに。あら、乗りたじゃないの。あんた宿題もしないで、もうすぐ夕飯だってのに手伝いもしないで。いや、母親いろんな意味で怖すぎんだろ。体格が伸びたの2倍はあるんだが。今日はあんたの好物のアーティチョークだよ。いや、それ好物なの初めて聞いたわ。誰がそのヨーロッパの春野菜わかるね。下ごしらえが済んだら、うんうんうん、ここですかさずエクスカリバー。明けましておめでとうございます。これ鏡餅でも作ってた。内容が体調悪い時に見る夢。本で、そう、高橋が、はいはいはい、そう、黒板消しをドアに挟んでてさ、ほう、あいつ自分でそのこと忘れて、え、自分の頭に落としてて。いやいや、ほんで、ほんで、高橋2時間目ぐらいになった時に、おお、俺もう帰るって。いや、帰るか通り越して、笑う時悪い意地表示してんじゃん。お前じゃないんだ。なあ、
ここは俺一人にやらせてくれ。お前いつになく強気だな。ヤムチャが完全に相手舐め腐っとる。あとさらっとクリリンをお前じゃないんで発言。運転さん、はい、この子結構酔っ払ってるんで、はい、もしあれだったらなんですけど空島の方まで連れてってもらっていいですか。空島さん、届くまでアビリ一つの明日へ。あ、すいません、一緒じゃないです。 Let's go! Come on, let's go! Everybody, oh, let's go! Come on, let's go! 多分酔ってる方逆だね。シアサワールドはセンスあるな。うわ、ちょっ、いったあなたの手、とても滑らかな関節と皮膚をしていますね。白くて可愛い指だ。だが断る。いや、恋愛アニメ終わったんだが、その着せ替え人形砕けないにタイトル変更で。痛いから頭ちょっとかち回らせて、カチコール同士をぶつけてシロップかければ、それってもうかき氷じゃね。一匹だけ進化を止めて周りに遅れを取る劣等感で慌てる様子を楽しもう。進化できてないのはお前だけだぞ。新しいタイプのポケモンパワハラ、言葉のバイオレンス爆発しとる。ジョジョオリを極めてやがる。今になって学校でこれやりたくなってきた。そうか、嬉しいんだ、生きる喜びで、みんなの夢守るため。顔面ファンで厚塗りしてたんかい。もはや顔という概念なくなっとる。いきます。夜見たらめちゃくちゃビビるやつ、ウルトラマンのコラ画像に似てるな。あ、すいません、デイさん、あのこの子めちゃくちゃ酔っ払ってるんですよ。結構お酒飲んじゃってて、あのできればなんですけど、リーガルマンモスのお腹の中までお願いします。ウィーウォーウォー、虚偽パンチウォーウォー、連発でガッツ。この勢いでジャンプアニメ制覇してほしい。そんで毎回歌声がうまいんよ。踊り狂ってごまかそうとすんな。勢いだけで5万円回収しようとする。消し飛ばなかっただけマシだと思う。クリリンが転生したら最強だったけん。横行けば地座の視回避できそう。いただきます。レッグナイン。びっくりした。何、足は手の 3,4 倍のパワーがあると言われているが、レッグフォーク。ねえねえ、マジでやめて。あのレベチで行儀悪いやつやないかい。トリコ本家ですら食事中には使わないよ。そんな急がなくても誰もおらん。達成した後虚無感に襲われるやつな。ちょっと年季入ったやつあるある。あれタップする音だったんだ。ま、前歴なしで入学なら4級。特級？この後ドヤ顔で特急自慢してほしい。まあ、前に彼はエヴァに乗ってましたからね。好きな男のタイプは？デンジ君がいな人。デンジ君？対抗じゃないさ。汚え癖と言われ、近寄られもしなかったこの俺が、初めて優しくされた。それもいい面の女に。書くなら誰って質問、まあまあされんぞ。いいですか？肩に力を伝えて。呪い呪い、ザワールド止まれ！ダム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 ！ああ、初級は様子見で、目指すはパーフェクトゲームだ。うわあ！周り身体能力の化け物しかおらん。今すぐそこからアーニャ逃げた方がいいよ。いや、ドッジボールのルール、自ら当たりに行く人初めて見た。お待たせしました、ウーバーイーツでーす。はい。あ、こちらお品物です。あ、どうもありがとうございます。お客様お会計2800円です。はい、じゃあこれで。あ、1万円ですね。じゃあ、はい、お釣りが。あ、お釣りはいいよ、お釣りはいいよ。 え、いいんすか。うん、お坊ちゃまだからね。え、ありがとうございます。給料日後の骨川スネ夫の対応、毎回ここ配達しに行きたくなるね。この私の新技、ご覧に入れましょう。帝王の呼吸1の方、今だデスビームを外で外した。
容赦なく一撃で仕留めようとしたら上限の鬼もビビるレベルの攻撃力。終わることのない永久期間ゴールドエクスペリエンスレクイエムにやられたか。逃げるんだ。おお、おお、毎回グロリーに始末されるな。最初ベジータ岩を見て察したね。コーヒー取って。なんて。コーヒー取って。なんて。コーヒー取って。聞こえない。コーヒーだ。ボーピープ。コーヒーだって言ってるだろ。ボーピープがなんだって。完全にバズとウッディになってるね。あとボーピープって聞き間違えるか。いけー。いや、なんで全部当たるんだよ。とうとう自分でやりやがった。妹はネズコで。タンジェロ、人が妹を送ったときお前はどうする？誰だお前は。ご存知ない方にビンタすんな。なんでその自信満々に言えるんだよ。待て、いつものちょうだい。はい、いつものですね。はい、エコーになります。ちげえお前、舐めてんのか。押せ。ラキストだよ。はい、ラキストですね。ラキスト、おい。お客さんに向かってなんだよその態度よ。お前のためを思って言ってやってんだぞ。ある意味息ぴったりやないかい。おそらく裏では仲いいタイプの反応。大谷選手をドラム缶にはめ込んで身動き取れない状態にしてサッカーボールを顔面にぶち当てます。なんだろう、手足使えないなら絶対勝てるんだよね。火力マックスのオイラのシュートをくらえサッカーボール弾頭を発射。よっしゃ、命中した。あ、やばい。ひろゆきの方が耐久性低かったんかい。全く今後使うことのない知識。クロコダイルとガーラ戦ったらどっちが強いですか？二人とも砂を軸として戦うギャラなんですが、圧倒的に違う部分があります。それはガーラは砂を氷炭から出して戦うのに対して、クロコダイルは全身砂人間なんです。砂の量からしても、アラバスタという国一つを砂嵐で潰そうとしたクロコダイルには、ガーラが全く勝てそうな気はしませんけどね。水相手にぶっかけてガーラの勝利。私は勝つ。必ずや優勝するのだ。球場のみんなはどんな時もあなたたちを信じてる。発進。野球の全打者右打ち確定演出。終わった後パチンコでエヴァ打ちたくなりそう。いや、なんで潰して粉にしたんだよ。もっとちっちゃい袋に入れないと。どうも、さすです。ですね、ブラック企業の鬼の給料について語ります。ではいきます。出勤日数が27日で時間が202時間ですね。はい、その他もろもろ合わせまして、排除合計が2万8000円ですね。はい。それで、差し引き支給額は16万7千円ですね。いや、働きすぎて過労死するて。よく見たら人件費から人件費引かれとる。地声赤座ですか？素晴らしい提案をしよう。お前も鬼にならないかなんて言えと思ったが、大体ね、石田さんに失礼なのだ。あ、でも、声優さんの中では、とても、好意に値しています。好きってことです。浦瀬歩らしい石田明でもある声、ブーストのフィオドルにしか聞こえなかったわ。ある意味ロードスターやな。あなたと車、どんな物語がありますか？お待たせ、先。ありがとう、こちら。お湯入れるね。お、頼もう。早速シザース。危ない危ない危ない。シザース、ここでフェイント止まらんでええから。いいか、俺のにも入れてくれよ。お湯が欲しけりゃ奪いに来なよ。なんでやねん。空中エラシコ。いや低い。空中エラシコのキレすごいな。いちいちサッカー絡めなきゃ日常送れないんかい。あれ、おいおいおい、いつの間に3週間迎えてたの？なの？博士、僕がここまで来れたのも全部博士の教えてくださったポケモンたちとの絆によるものだとそう感じています。ケンタ君だいぶ大きくなったな。時間とともに使い古したポケモンの価値は下がるもんなんじゃ。常に新しいコマが必要となる。自らの私利私欲と自己嫌欲を満たすためポケモンを刺激してきたお前のことじゃ。用済みとなったポケモンの始末はわしに任せ。ポケモンの内容が無駄に深い。セリフに対しての口パクの速度えげつねえな。
通に撃ってきそうだな。こいつの目迷いがねえ。グリシャ、私はどんな姿になってもあなたを探し出すから。いや、それ光の巨人になってるから、基本3分しか戦えない体だからね。作戦失敗だ。諦めるのも早いな。この巨人に対する期待値相当低かったけん。わあ、甘かったんだ。シャリガごめんね。あべべあべべ、えおやべべ、どっちが命だか分からなくなっちゃった。ギリギリのとこ。全力すぎたチーカーアフレコ、発狂の声が頭から離れないな。ここでプリントラテできるのかよ。できますよ。じゃあかっちゃんのプリントラテくれや。飲み物この中から選んでください。飲み物はミルクティーで。ミルクティー、かわいいっすね。あんがとよ。ちゃんとお金も払ってくださいね。かっちゃんでミルクティー飲むんだ。すぐ来てくれ。やばい、遅かった。今、コーヒーからお袋の口の中に入っていくのが見えた。二人が大人になってくる。こんな傷ぐらい簡単に俺のスタンドが。だよ、それ。東方丈介がいた世界線、今無傷のアクアごとぶち抜いたな。君は私のことを愛して、何が悪いの知りとでしょうか。ちゅー、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、いいなあちゃうよねごめん。地の勢いが弾丸。以上、全員低音での可愛くてごめんでした。NHK とは最もかけ離れた内容。あとワンワン目がんぎまりやな。鬼ごっこしようよ。いや。じゃあ俺が鬼でいいよ。いいの？ありがとう。でも久しぶりだからな。体で動くかな。タチマリア、一抜けた小魔鬼。節分まで帰ってくんなよおめえ。世界一理不尽な鬼ごっこ。節分まで帰ってくんなはパワーワードだな。アンパンマンをマッシュにしていきたいと思います。先にクロスをつけて産毛を整えていきます。あんこが飛び出ないように注意しながらカットしていきます。こっからは作業芸です。美容師というよりかはもう作業ですね。あとは濡らさないように注意しながらつけていきます。濡らしちゃうとバタコさんに新しい顔投げられちゃうので超気をつけます。そうするとこうなります。ちなみに似合わせカットするとこうなります。ドラえもんのすね毛ヘアやないかい。あと産毛どこにあったんだよ。はい、もしもし。はい、もしもし。わかりました。はい、大丈夫です。はい。いや、普通に反射神経いいやつ。早すぎて店員さんもついていけてないから。穴じゃ済まねえ。何する。いい加減にしろ。暗いな。海の木図とがない。周りにまあまあ裏で恨まれてた。キングのセリフがぴったりでしたね。え、くそ、ワオ、フレグランス。完全に最後のセリフがギャグアニメ。戦場を戦場しに来たんですね。漫画ブルーロックにピンウェイネスというムキムキのからないバリョーみたいなシュートを打つ選手がいるんですが、彼のミドルシュートどのぐらい速いんだろうと思いました。アニメのシーンからかかった秒数を求め、空気抵抗を加味し、彼の初速をシミュレーションで出してみました。国神レンスケのシュート速度は時速235キロ。普通に殺人シュート打ってきたら、世界カイザーインパクト受けてみたでお願いします。最初グーじゃんけん。始まった。ゲームオーバー。追ってくる時の目怖すぎんだろ。その後誰探してんだよ。いや、どこ引っ張っとんねん。親知らず抜きに行きたくない時の俺や。反抗してるのか同意してるのかわからん。こっちバージョンの遊郭編も見たいけども。お願いしてもいい？うん、じゃあ撮るよ。動画だよ。動画？ちょっと、やめてよ。動画動いて動いて。どうしようか。ちょっと、
面白いかな。それはさすがに予測できんて。これは蛙化現象を超えてオタマジャクシ。行けば終わる、行けば終わる、行けば終わるけど、行かなきゃ終わない、行くしかない。最後悲惨なトゲピーいたな。長い実習中の時の精神状態と同じやつ。お前だから早すぎるんだって。いやだからまだ、だからまだ、え、まだ、え、まだだね。え、ごめん、もう一回。いやだからまだだね。完璧に勝つだろ、ゴン。いや徐々に近づいてきとる。マリオって言いそうな声にも聞こえる。富、名声、タツタ、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。今年のタツタが探せ、マクドナルドに置いてきた。世はまさにチキンタツタ時代。ひとこら風に見える公式動画、ハッピーソツレひとつなぎの代表もお願いします。この後100で返しましょう。持ち狂った人間の方が怖いシリーズ、幽霊側が早く帰ってもらうのを希望するパターン。リアルピーチ姫コスプレ。てかマリオの映画めっちゃ見に行きたいんだが。かっこよさだけで欲しくなるやつ。これが令和のクロムハーツか。いやこぼしちゃった。補給の仕方ガソリンかよ。切実にアクエリアスの CM やってほしい。いや結局何をさらしてんだよ。傘がだんだん傘に聞こえる。おいおい、なんだか面白いことになってるな。普通に死なずが負けるね。ドーマの能力が鬼殺隊に強すぎるよな。これが竜だ。自由の意味を履き違えた結果、これは一体誰の記憶だろうか。自由から解放されようとした結果、お人形さんはヒノ君に変えたんだね。こっから管がこういて、でポッケに空気を入れて、これをシュッと押すことによって吹き出ると。はい。思ったよりもトリックちゃんとしてた。まさかここまで成功とは。さよなら僕のペイペイで語呂合わせてきた。ペイペイだとあんま使う感覚なくなるよね。全く機能してない。一発書きで書いた方が早い説。俺は高校生探偵工藤新一。黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。目が覚めたら体が縮んでしまっていた。奴らの情報をつかむために父親が探偵をやっているランの家に転がり込んだ。いや物理的に転がり込んだな。あとめちゃくちゃ体小さくなるや。絶対に持てない洗濯カゴ。いやもう捨てましょうよ。しがらきの個性と同じもの持ってますか。少なくとも気まずくはないだろう。あとちゃんと後ろにピンポン玉あったな。動物の森実写版パート9。これ見るたびに動物の森やりたくなる。もしもし、急がないと本当にもうなくなっちゃうし。マジで急がないと。マジで急がないみたいな。ああ、急ごう、急ごう。心配機能どうなっとんねん。電車にしてもこれ相当速くないか。誰でもいいから今回。旅館でコナン見る感じがめっちゃリアル。 Google Pixel やばい、今日超照明漏れてんじゃん。自撮りしちゃおう。めちゃめちゃ漏れた。あ、もうまた監督映り込んでんじゃんこれ。だとしたら監督の顔でけえな。顔だけ肥大化しすぎだろ。もうでも大丈夫、消しゴムマジックで消してやるのさ。見ててね。ツールで囲んで、ほらすぐ消せた。残念でした監督、いたずらし。いや肝心な監督消えてないな。あとなんで地球より太陽小さいんだよ。もう何やってもな、もう実際もんだあかんと思った時点でもうあかんわ。諦めた世界線の東京リベンジャーズ。
剣山にトーマス刺すな。顔の異常な定着率の低さ。教習所にてハンドル切るたびに録音ガン出てしまうロブルッチオン月報で梅だとか言ってお前は、まあ、いあーここ絶然あれ被害額だけで車買えなさそう。実はこれで12台目なんだよね。1.2 年に夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった、俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めたら体が縮んでしまった。いや今までどういう気持ちで見てた？まあ蘭姉ちゃんは30年近く気づいてないからな。ただ生きるのは嫌だ。見た目台風レーダーみたいになってんな。てかなんでエレンスマホ持ってんだ。この商品フリーザ様、うん、サーフィンって10回言ってみてもらっていいですか？え、何？サーフィン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 。さてこの人は誰でしょう？え、カオパイパイ。いやお前会ったことないだろ。一瞬見えなくもないけどね。心ない俺が書いたらこれ口元車力の巨人やないかい。それと息吸ってマスクがへこんだ人を。世界の残酷さを早めに教えるスタイル、この容赦ない感じがじわじわきますね。改札の前つなぐ手と手。狂気を感じるわ。転職のチョイスマッチすぎやろ。ナナミンがすでに大人の風格。原作より美術いいな。お前今日何したんだよ。俺は今日17時から出勤の手前、この撮影のために全力ダッシュをしていた。お前今日何したんだよ。界隈最速記録、体育祭に全力疾走の速さ。八門ワンピースやめろ。ルフィクリマスかと思ったわ。お前にいいことを教えてやる。こっちだ。この海はサメがいっぱいいて、サメのフカヒレの出汁が効いて、フカヒレスープの味がするんだ。本当だってばよ。だから俺のことを信じてくれよ。フカヒレスープの味がする。想像してた40倍濃い入れたわ。ハトだってばよはナルトなんよ。あ、こいつが命令してる。ちなみに縛られてます。ウマンはウサギの味方でした。力が欲しいから。耳の間に刀挟むな。シーカーの方がお骨より強かった世界線。飛び出しめるの早。マタラに一輪刀持たしたら最強かも。最初はグー、じゃけ、ほい。俺の勝ち。罰ゲームデコピン。うわ、マジかよ、ダル。ちょっと待って、どういうことどういうこと。待って、一回待って、一回待って。震えてるよ。うん、そりゃ震えるよね。あのさ、たかが罰ゲームのデコピンでさ、一生もの傷負わされそうになってんだからさ。ん、な、てか、なんでそこまでデコピンしたの？え、待って、嘘でしょ？終わった。いや、なんですでに5本使ってんだよ。あと、これの相手、とどろきくんなんだ。ハッシュタグ反転後を救いたい。助けてくれり！太陽系！うわぁ！こっちも！太陽系！うわぁ！お前も鬼にならないか。太陽系！全員倒しました。うん、君柱で。クリリンいれば鬼滅完結説。こんな作業感ある太陽系初めて見た。いや逆によくここまで耐えれたな。これが本当のテーブルテニスか。いや、マイメロの皮かぶったキニ君。辛くて笑いたい時、このシーン繰り返し見てる。じゃあ一生ここで待ってろよ、クソジジイ。ジンとウォッカに始末させよう。これはターボあゆみの出番ですね。大乱闘始まるわ。花のケージでよくある構図。最後は富岡義勇と胡蝶しのぶのカップル動画見ていきましょう。
いや、カツラだったことに一番の衝撃。